おはようございます。先日官庁日記1000回の記念にライブ配信を行いましたところ、多くの方々にご視聴いただくことができました。多くの皆様からありがとうという感謝の言葉をいただきました。一番感謝していますのはこの私であります。皆様のおかげでこうして毎日文章を書いて読んで、いささかの老化防止になっています。中には毎朝官庁日記を聞いてその後20分座禅をなさっているという方もいらっしゃいました。これは素晴らしい習慣であります。簡単な1分の呼吸瞑想を行っていますが、その後座ってくださることが一番ありがたいことであります。座禅の基本は肩の力や上体の力をふっと抜いて楽にして、下腹に重心がかかるようにします。そうして静かにゆっくり呼吸することです。特に吐く息を長めにすることであります。そして息を見つめていれば、それだけで心は落ち着いてきます。心が落ち着くといろんな雑念が湧いてくるのに気がつきます。座禅をなさる方がよく雑念が湧いてしまって仕方ないと自分を責めることがあります。これは気にしなくてもよろしいと思っています。雑念が湧くということに気がつくというのが素晴らしいのです。これは何も座禅中に雑念が湧くのではありません。私たちは普段いつもあれこれと頭の中で考えて暮らしています。それが雑念だとも気がつかずに過ごしているのです。雑念が湧いていると気がつくというのは、それは心が落ち着いている証拠なのです。汚れているところにいて、汚れに慣れきっている人は汚れているとも感じないのです。ところが少しきれいなところにいると今度は汚れに気がつくようになるのです。座禅をしても雑念が多いと言って気に病む必要はありません。その時にマニ宝珠の話をしたのでした。素晴らしい宝石の玉と思っていいでしょう。円覚経にマニ宝珠の例えがあるのです。まずマニについて学んでみましょう。岩波書店の仏教辞典にはサンスクリット語マニに相当する恩赦、珠玉または宝珠と簡訳し、マニ珠、マニ宝珠などとも言われる。マニはすなわち玉、宝石類の総称であるが、仏典では不可思議な苦力を備えた宝珠にしばしば言及される。龍王は経髪にそれを収め、天輪女王の七宝の七宝の一つにも数えられる。特に如意宝珠には悪質を癒し、蛇毒、蛇の毒を消し、濁水、汚れた水を清めるなど、様々な願いを叶える力があるとされている。と解説されています。素晴らしい玉だということなのです。では、全学大辞典を調べてみましょう。如意種、如意宝珠、宝珠等というに同じ。法華経で、襟の宝珠を如来像仏性に例えていることから、仏教ではマニ珠を仏性と解するようにもなったと書かれています。襟の宝珠というのはこんな話が法華経にあるのです。仏教辞典から引用します。ある親友の家で酔いつぶれた者が、親友が衣の裏に縫い付けてくれた宝石に気づかず、生活に追われて困窮し、苦労の果てに親友と再会して、その宝石のことを打ち明けられるというものである。この宝石は仏の一切地、すべてを知る知恵を例えていると書かれています。一切地というのは仏心の内容でもあります。マニ種について全学大辞典の続きを見ましょう。この玉の体は、西欧赤白国等の五色を離れ、しかも五色のものが来ればよく栄じて豪もくらますことがない。またこれを所持すれば福徳円満にして意のごとくならざるはない。
これと同じく仏書は本来諸僧を離れているが、縁に従って新人の僧を現ずる。またこれを識得すれば、無下自在の境界を得る。故に万事は、仏性または如来像に例えられるというのであります。大きな水晶の玉でも想像してみるといいでしょう。水晶の本体は何も色はないのです。ただ外の光が映ります。それが赤や黄や青に映るのです。雑念が湧くというのはその赤や青や黄の色のようなものなのです。これらの色が映ったからといって何も気にすることはないのです。宝珠の本体は清らかなままなのです。暗い色が映ったからといって落ち込むことはありません。逆に明るい色が映ったからといって喜ぶこともないのです。その本体は変わることはないのです。心の本体は魔に宝珠のようなものだと気がつくことが修行の大事なことなのです。円覚経には清らかなマニフォーシュには青、黄、赤、白、黒などの色が映るので、愚かなものはマニフォーシュに五色の色があると思ってしまうと説かれています。それと同じで心の本体は清らかであるのに心に雑念が映るので、心に雑念があると思ってしまうのです。本体は変わることなく清らかなのです。映る雑念に振り回されることはないのです。聖道家には、魔に従人知らず、如来像理に親しく習得すという言葉があります。全文化研究所の聖道家にある山田無門老師の提唱を引用しましょう。人本来、魔に師という結構な玉を一つずつ持っておる。魔には翻訳して、如意という。如意珠である如意宝珠だ。それさえ手に入ればあらゆる幸福がそこから生まれ出てくる。そういう結構な玉をみんな一つずつ持っておるのだが、みんな知らんだけである。魔に種人知らずだというのであります。さらに如意宝珠という結構な玉を人々が持っておるのだ。それを悟れ、衆生本来仏だと好仏法はやかましく言われるのであるが、現代の人はそんな仏だの神だのという観念はいらん。今日のパンをくれ、ボーナスをくれ、その方が大切だと言うておる。そういうところに皆尻を据えておるが、まことにお気の毒じゃ。魔に従人知らずだ。このお互いの仏性の玉を一度手に入れれば、求めなくてもそこにいい食住のごときはおのずから備わってくるのだ。すべての幸福がこのマニシュから出てくるのである。お互いの人格さえ完成すれば、物の世界は求めなくてもそこについてくる。この大乗仏教において本当に仏性が分かれば、検証ができれば、生活などは求めんだっておのずからついて回ってくるのだ。そういう結構な玉があることを皆気がつかんから困ると説いてくださっています。皆素晴らしい宝珠を持って生まれています。それが目で見たり耳で聞いたりして働いているのです。素晴らしい宝珠なのだと気がつくことが大切なのです。それでは姿勢と呼吸と整えてまいりましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、
胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで口を開いて一息強く、はぁと吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。